しゅんくん、お待ちどうさま。どうぞ召し上がれ。いただきます。味はどうかな。すごく美味しい。よかった。しゅんくんはこれから一人暮らし始めるの？はい、祖父母と一緒に暮らすことも考えたんですが、気を使わせてもいけないので近くのマンションを借りました。お勤め先はどちら？市役所です。新規職員に採用されました。あら、すごい。ナナはね、春から幼稚園の先生なのよ。お互いちゃんと就職できたのはいいけど、子供の頃みたいに毎日一緒に遊べないのは寂しいね。確かに。あの、ナナちゃん、俺、こっちに知り合いほとんどいないし、ナナちゃんがまた会ってくれたら嬉しい。そんなのもちろんだよ。週末とか一緒に遊ぼう。あ、しゅんくん人参残してる。まだ苦手なの？小さく切ってたら食べられる。これも後でちゃんと食べるよ。苦手は苦手なんだね。じゃあ私が手伝ってあげる。一人で食べられるよ。手伝うってそういう。いいから、ほら、あーん。あーん。ちゃんと食べられたね。えらいえらい。頑張って、もう一つ食べよう。ナナ、お母さんも、お母さんもここにいるの忘れてる？そんなに食べていないのにお腹がいっぱいになった母であった。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。